はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで KEI さん、K さんですね。はい、コズミッククロームを2つです。じゃあ一つ一つ開けてきます。で、配達曜日なんですけど、前のご指示通りで大丈夫ですよね。今回記載がなかったので、一瞬悩んだんですけど、まあ、と思いまして。はい。で、発送は明日っていうか、水曜日に出荷しますんで、受け取りよろしくお願いします。はい、バイツさん。ベーストルーキーと、光物インサートですね。仕分けしておきます。翔平さん。はい。インサート2枚ですね。いや、今でもね、ボーベから引いたでしょう。目に焼き付いてます。嬉しそうな、ね。笑顔で。うん。ああ、よかった。ね。Kさん引いてくれた、と思いました。うん、うん、って顔してたでしょ。はい、アルバレス。よいしょ。お、コラスさんですね。まあ、箱1ぐらいのリフらしいんですけどね。まあ、2枚出たりもしてたり。ここに書いてあるやつだよね。多分ね、1ってなってるんだけど、まあ、オンアベレージなのかな。2枚出たのもあったんで。シリアルですね。はい。コルテスさん。これが199。ボービッシュとゲレール。はい。ソトさん。ほら、もう一枚。ね。はい。トーレスですね。一枚だったり、二枚だったり、なんかよく、こう、ね。わかんないっす。これじゃないの？いや、これだよね。多分ね。うん、オニール・クルーズ、うん。ダルビッシュ。ゴッホっぽいの。ハーパーですね。まあ、これは箱1インサートでしょうね、多分ね。今日開けてる限りずっと箱1で出てます。で、なんかシリアルも1枚出たので、シリアルもあるんだな。テキサスか。佐藤さん。あ、サインだった。はい、マルテさん来ました。うん。リフオートだからシリアルはないですね。うん。はい、マルテさん。テックの時いっぱい出たもんね。あの頃ね、開けてた方は、うん。はい、
ということで、シリアルにサイン1ですね。マルテですね。オンカードでいいですね。なんか、ファイヤーと、クロームじゃなくて、ファイネストの中間みたいなブランドですかね。はい、じゃあ行きまーす。一箱目と、また、キラキラ。はい、テレスさん。それとリーフ・マルテだ。はい。あ、デザイン違うんですね、サインとね。まあ、ちゃんと分けてるんですね。フリオ。はい。あ、青だ。はい。ラガンスさん。はい。カーショ。ラガンスさんの青。99。1番だ。1番ですね。ライリーですね。今日はちょっと残業で全員 PB 終わるまで。あ、吉田さん、光りました。はい。リフマッチョ。いいですね。はい。リフマッチョ。ペーニャですね。シリアルだ。199だったかな、これは。はい、バクソン兄さん。199。ブレイクマン、ヒューストンか。ヒューストン3人。はい、アルバレス。フランセスコですね。で、あとハンド。トラウト。ね。デザインがいいですよね。まあ、去年は、入荷がなかったので。吉田さん。はい。よいしょ。はい。まあ、でも、まだこう、品物に、これは入ってくるけど、あれは入ってこないみたいな。不良ですね。その、まあ、まだあると思うんですけどね。なかなかこう、やっぱり。うん、まあでも徐々にこう、変わってくるんじゃないかな、というところです。もう3年間言い続けたんでね、もうね。さすがにこれで変わんないんだったら、本当もう、今年の年末で、本当、もう店長辞めようと思ってた。ターナ、はい、あと2パック翔平ね。さっきも1箱目も1枚出ましたけど、よいしょ。でラスト、あ、はい、よかった。翔平インサート、
はい、ということで、2箱開け終わりました。シリアル以上は、あ、これも箱1だったんですね。ちょっと確定だったんですね。初めの頃ちょっとローダー入れてなかったな。まあ、シリアル以上はローダーに入れますんで、サインは1枚出ました。はい。で、マスマッチョが、はい、1枚出ましたね。リフラクター。フリオもね、うん、だんだん、こうスターの階段を駆け上るようなスタッツの上がり方を見せてますんで、で来年安定すればもう当分はねいいんじゃないですかね。で大谷君はベース2枚ですね。という感じですね。まあ、こうか。よいしょ。はい。ね、サイン出て、インサート、吉田さんのリフ、吉田さんインサート、ハーパー、フリオ、シリアルですね。はい、となりました。ね、プロネタリーパシュートって今日なんか、5箱連続ぐらい出てたんですけど、なんか、パタって出なくなっちゃって、あれ、箱1かと思ってたんですと。今日のね、さすが4箱目ぐらいからなんか箱1っぽいな。あれ箱1こんな出るっけみたいな。出ない、出にくいインサートじゃないのあれと思ったら。ね。どのくらいの出現率かちょっとわかんないですけどね。はい。じゃあ、こちらで、発送は水曜日になりますね。で、いつもの曜日にしてあります。ありがとうございました。